社が選ばれる理由っていうのを教えていただきたいです。はい、なるほど。ビッグ4とかマイクロソフト、うん、そういうところの方が今年成長できるんじゃないかなとかっていうふうに思ってしまうんですけど、うんうん、コンサル業界って頭悪くなってる気がしてます。お願いします。せーの、どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は企業の方を逆面接するという企画なんですけども、本日は5社の企業さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京大学3年、高橋鈴香です。一橋大学3年、稲山和樹です。普段面接を受ける側だと思うんですけど、今回は企業 PR をしていただいて、2人がいいと思うかどうかっていうところの、普段の面接の、 逆の企画をさせていただこうと思っております。ということで、本日来ていただいた企業さん、自己紹介お願いします。日本マイクロソフトの山本です。はい、ブルーコンシャスグループの鳥島と申します。リグリッドパートナーズのしぶきと申します。同じくリグリッドパートナーズ深谷です。よろしくお願いいたします。株式会社ルートゼロの柴田祐介です。はじめまして、株式会社アンダスの代表を務めております広岡信也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今日来てくださった企業さんのことは今まで知ってましたか？マイクロソフトさんだけ知ってました。これはそうや。はい、同じくです。はい、ということで、じゃあ早速なんですけど、企業さんの方から自己 PR ならず企業 PR を簡単にしていただけたらなと思っております。日本マイクロソフトはですね、今3代の CEO、 サティア・ナデラっていう CEO がですね、インド系アメリカ人と思っているんですけれども、私彼のミッションにすごく共感していまして、全ての個人と全ての組織がですね、より多くのことを成し遂げるようなことを支援するというところで、このミッションがですね、すごく共感を受けて私入社しています。私も新卒で今8年目になるんですけれども、1年目からですね、新卒だからという枕言葉も関係なくですね、大きなプロジェクトですとか登壇も含めてですね、任せていただくようなことができますし、まあ自分がですね、手を挙げたらいろんなポジションにも応募できたりしますので、キャリアプランもすごく描きやすいですし、私もそうして今8年目になっております。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて辻島さん、お願いします。当社の方はですね、投入設備っていうのはですね、近年よく言われております、オール電化であったりだとか太陽光、蓄電池、こういったものを主軸としてお客さんにご案内の方をさせていただいておりまして、その中でこうメンテナンスまで行っているような企業となっております。もちろんこちらに関しましては、販売およびメンテナンスっていうところだけではなくてですね、近年よく言われておりますこの SDGs っていう取り組みに、すごく力を入れている企業になっております。で、あともう一つはですね、当社の方で、他社ではないですね、有星人ブルーブという戦隊ヒーロー、当社の方では出させていただいておりまして、お子様がこう見ていただけるようなこの戦隊ヒーローっていうところからですね、この SDGs っていうところにご両親もこう意識していただけるようなストーリーになっておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。すみません、以上になります。ありがとうございます。はい、じゃあ続いての企業さんお願いします。我々の会社はですね、一言で言うと個として市場から求められる人材を育成し輩出する企業です。とはいってもですね、なかなかイメージがないと思うんですけども、弊社ですね、2017年創業の6期目の会社でして、今成長率でいうと年平均成長率 70% を超える、それこそ日本トップクラスの成長しているような会社でございます。ただですね、コンサルティングファームとして認知されるというよりかはですね、どちらかというと、個の人材の育成に力を入れる会社だと認識いただきたいです。はい、そもそもなぜそういった背景になるかといいますとですね、まあ世の中残念ながらですね、多くのコンサルファームありますけども、今となったらですね、ソリューションありきのシステム導入屋さんみたいになりがちなんですよ。それですとね、社会だったり企業日本を変えるってことが難しい。だからこそ強い子を育てて、企業を社会をそして日本をですね、変えていくような人材を育てたいといった思いを持っている会社でございます。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。具体的になんで個人の教育というか、なんか成長につながるのかって簡単に教えていただいていいですか？コンサルタントとしてですね、成長する上でコンサル事業だけやってもあんまり意味ないと思います。だからこそ我々はコンサルティングプラスワンというファーム運営に実際に携われる制度を用意しておりますので、それは実際に実務を積んでいただいて両輪で力を育っていくといったことを想定しております。ありがとうございます。じゃあ続いて柴田さん、お願いします。弊社は2016年ですね、創業しまして、今現在8期目を迎えております。 SES 事業、こちらを中心に運営させていただいておりますが、近年、直近ではですね、日本の IT 人材不足というものを解決するということを目標にですね、SES 事業そのもの、まだまだ闇深いなって言われているところがたくさんあるんですけれども、そういったものを根本から変えていきたいなっていうところを、目標に、結構この業界っていうのは委託料をもらえたりするので、委託料に直接、自分の給与報酬をですね、連動させるような、頑張った分だけの見返りが返ってくるような制度であったりとか、自分のキャリアやプロジェクト含めて、自由に選べるように、全ての情報を開示して選んでいただける、選択できるようにする方法であったりとか、様々な取り組みをさせていただいております。以上です。ありがとうございます。
ちょっとずれるかもしれないんですけど、はい、柴田さんってもともとバンドマンされてたんですか？そうです、そうですね。ずれまくってますけど。どういう経緯で今の事業をされたんですか？自分でバー、ミュージックバーをオープンしたりとか、自分でお店持ったりとかっていうのを20代前半の時に全部やってて、で、まあ、大きく失敗したのと、うん、結婚を機に就職したんですよ、26歳で。で、これがブライダル企業って全然関係ないところだったんですけど、はい、ブライダル企業ってめちゃくちゃビジョナリーなあの会社で、うん、もう新郎新婦を幸せにするためには、うん、もう自分の人生全部もうぶっ壊してでもやるみたいな。次に興味があった IT 業界に行ったっていうところが今の全く同じ事業のやってる会社だったんですよ。で、その時に結果的にはその会社は全然悪くなかったんですけど、はい、まあ、僕はもう超ビジョナリーなところからいきなり IT 企業に行ったんで、はい、なんだこれはってなったんですよ。もっと人を大事にしろよとか、はい、もっとこの人たちがキラキラ毎日笑顔で仕事できるようにしたいよなみたいな、うんうん、もう半年で辞めて、で、この今のルートゼロっていう会社を創業しました。あ、そういう背景だったんですね、はい。なんで、まあ、コアバリューはもっと仕事を楽しもうっていう、もうすごくシンプルなコアバリューなんですけど、うん、その辺を結構言語化して、うん、日々社員のみんなには伝えるようにしてますね、うん、ありがとうございます、はい、それでは続いて平岡さんお願いします。どうも皆さん、はじめまして、我々のですね、株式会社アンダースは、身近で当たり前に利用していただく美容サロンビジネスを自社のコスメ、そして教育コンサルティング、あとは会計支援というですね、3本柱でトータルサポートするような会社を経営させていただいております。早速アンダースの PR 具体的にしていきたいと思います。3つあるんですね。3つ、心理的安全性の高い環境で自己の可能性を覚醒することができる自走式の組織です。で、1つ目がですね、心理的安全性が高いという側面なんですが、アンダースではですね、実は入社前から代表の僕から内定者までですね、全員が人間関係を良くするための心理学というものを全員が学んでですね、なおかつ資格を取得して日々の仕事内で当たり前に実践しておりまして、実は5年間ですね、離職ゼロというものを実現しています。これが1つ目です、はい。で、2つ目です。2つ目は自己の可能性を覚醒することができるというところなんですが、これですね、代表の僕が実は大手企業専門の企業研修講師としても活動しております。そういう理由からですね、日々社内研修をたくさん行っているのと、あとは社外の顧問の方の研修、あとは外部研修なども様々ですね、僕自身がコーディネートを行わせていただいて、積極的に教育に投資を惜しまずですね、気づきの機会を実務を通じながら得られる風土だと。これが2つ目です。で、最後ですね、3つ目は自走式の組織ということですね。ですから、上からあれやりなさい、これやりなさいとかですね、代表の僕が口うるさく言うことではなくて、自分自身で自分をマネジメントして専門性を磨く、そういった組織風土となっているからこそ、実はアンダースは初任給が30万円スタートでやらせていただいている。そんな中で短期年俸制というですね、自分の実績をもとに上司にアピールできる、そういった制度も作っているのがですね、アンダースの特徴になっています。以上の理由からアンダースは心理的安全性の高い環境で自己の可能性を覚醒することができる自走式組織であると太鼓判を押すことができます。ぜひ皆さんの、ね、応募お待ちしております。5年間離職ゼロって本当すごいですね。採用もうまくいってるってことですよね。そうですね、おかげさまで僕たちアンダースは実は富山県富山市というところに本社を置いてるんですけれども、ありがたいことに関東関西もう全国の学生さんに受けていただいて、みんな移住してきてまでですね、うちの会社で働いていただいて、数字ベースで離職がいないとか心理的安全性の根拠としてすごい納得感があるなと思ったので、素敵だなと思いました。山本さんの中で入社して一番やりがいというか、もうよっしゃーみたいな大興奮した瞬間とかの一言をお聞きしてもよろしいですか？あ、でも私働き方改革やってたので、いろいろ週勤4日週勤3日やった時にすごく社会的問題として取り上げた時はよっしゃと思いましたね。要は皆さんなんで土日普通に休んでんだろうみたいな、なんで3日じゃダメなんだろうみたいな、ある種当たり前の常識をどうやって覆せるかっていうのはすごく問題定義できたらよっしゃと思いましたね。ありがとうございます。次の質問なんですけど、御社で得られる働きがいは何ですかっていうところで、私今中央のマネージャーとして10人率いてるので、この10名のメンバーがですね、まあ、ワクワク楽しく働いているというか、すごくやりたいですね、うん、ありがとうございます。皆さんにお伺いしたいんですけど、まず本社で歩めるキャリアプランを教えていただきたいです。当社の方は基本的にこう、お客様に、商品をご案内するっていう、まあ、通常、まあ、営業会社になりますので、教育体制っていうのをしっかり、整えておりまして、すぐにこう現場に出していこうとするのが通常の営業会社になります。ではなくて、当社の方はしっかり
人材投資をはじめにしてですね、育成した上でしっかりお客様にご案内できるような体制を整えているというのが一つの魅力かなと思ってます。でただその上でもちろんですね、結果が出る人材もいればそうじゃない人材っていうのももちろん出てきますので、そういう意味では当社の方はオファーサイドっていうのがありまして、実際営業職だけに関わらずいろんな部署がありますので、そういったところで、自らですね、こういった部署に行きたいですであったりだとか、こういったオファー制度をすることによって適材適所の人材っていうのを育てていくというのをやっているような会社になっています。でもちろんそこで結果を出せばですね、独立支援制度っていうのもありますので、実際それで独立している社員っていうのも多数います。ありがとうございます。我々の会社を辞めるキャリアプランは大きく2つほどあるかなと思っております。2つ目がですね、3年までのキャリアプランですね。でそれもですね、ちょっと細かく言うと2つありまして、2つ目がコンサルタントとしてキャリアアップをしていくイメージを持っていただければと思います。弊社の特徴としてコンサルタントとして昇格するスピードがですね、他ファームよりも多分3倍から5倍程度速いです。ですから若いうちからどんどん次の役職の仕事にチャレンジできるのが一個特徴的なことだよなというふうに思います。では社内のキャリアプランの2つ目に関して、コンサルタントとしてではなくて実際に我々のように採用担当者だったり事業運営者としてやっていくことも可能です。これは実際本人の意思と能力次第で実際にそういうふうに、ね、マーケティング専門職だったりとか、このように採用専門職といったキャリアプランを描くことも可能です。で2つ目はですね、社外キャリアプランに関して、いわゆるですね、リグッドパートナーを卒業した後のキャリアですね。これはですね、まあファクトベースでお伝えできるとするならば、一番多い方は正直他コンサルファームに行かれ方が多いのになと思います。ビッグフォーだったりとかの大手ファームに行かれ方が一番多いですね。で、他にはですね、CXO と呼ばれる、いわゆるとある X 領域の最高責任者として、事業会社の方へ行かれたと思います。最後にですね、実際に自分で事業を立ち上げて CEO としてやっている方もいらっしゃっていた、そんな形なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。一つ目の社内のうちコンサルタントとしての昇格が3倍ぐらい、他ファームで入るという話だったと思うんですけど、これが実現できる原因は何なんだろう。はい、ありがとうございます。これはですね、評価制度にあると思います。基本的に一番難しいと言われていると思うんですけども、評価制度を厳格化しております。各役職に応じて求められるスキル、いわゆる人材要件がですね、ちゃんと言語化されている、かつ評価観点が明確化されていることによる、自分自身の現在地点がここだと、次の役職に行かないとこの能力が足りないんだっていうのをですね、上司だったりとか、自分自身で知ることができ、それを達成するために次の半期を過ごすという過ごし方ができますので、評価ファームの圧倒的に速いスピードで、昇格ができるんじゃないかなと思います。ちなみに営業が強いっていうのめちゃくちゃそれこそ杉島さんの人柄からめっちゃ伝わるなって思うんですけど、営業力が他と どう違うんですか。営業に関しましてはですね、どういう話し方をすればお客さんが聞いてくれるのかであったりだとか、話す順番であったりだとか、身振り手振りであったりだとか、こういったこう営業のコツですよね、ここをしっかりやっぱ教えていく、単純にもう一括りで言うと営業って本当にコツなので、このコツを理解しながらお客さんに案内するかどうかだけだと思ってます。はい、ありがとうございます。営業の数字は出せないけど、例えば人材育成にすごい才能があって、そういうところに力を入れてるっていう人はあまり評価されないっていう感じなんですか。ではなくてですね、オファー制度っていうのがありますので、なんかそこは数字が全てではなくてですね、いろんなこう部署の中でこう自分で選べるような体制になってますので、まあ、それは一つの魅力かなと思ってます。はい、働きがいでいうと卒業後の進路としてビッグフォーとかマイクロソフトとかともあったように、やっぱりそういうところの方が今年成長できるんじゃないかなとかっていうふうに思ってしまうんですけど、そういうところと比べた時に御社でやれるなんか独自の働きがいとかがあったら教えてください。カオスなとこじゃないですか。なんかコンサル業界って今すごいホワイト化してるじゃないですか、はい、どの会社も働き方気をつけてくださいとかありますけど、あんまそんなことないですね。結構大変なんですよ。はい、本当個人の自由に委ねてるので、めちゃめちゃ残業してる人もいるし、残業しない人もいたりするんですよね。はい、でもそういうところを求めてる学生さんもいるわけで、やっぱり思う存分働けるってのがポイントなんじゃないですか。あんまりその教育体制とかはそこまでしっかりしてなくって、割と一人一人が、ね、自分で学んで自分で突き進んでる人の方が合ってるかなって思ったんですけど、そういう教育体制とかは割としっかりある。教育体制は実際ありますが、突き進むやつも多いんで、わーって教えてその通りにできる人はいいんですけど、もう言ってくれるなっていうタイプのやつもいるんですよ。こういう人間めっちゃ入ってくるんだよ、ちって、なんか想像できますね。でもう言ってくれんなみたいな感じで、やったらええやんみたいな、で思いっきり頭を打った時にしか伝わらないっていう子もいるじゃないですか。で僕はその頭を打つ作業の方がすごく大事だと思ってるんで、ああ分かったよなっつって、ほんならもう一回やろうかって、それは遠回りでもいいと思うんですよ。それもやっぱりその子のやっぱ子を伸ばしたいっていうところの方が多いんで、はい、そういうなやり方はしてます。ありがとうございます。はい、
こういう人間は合ってて、こういう人間はあんまり合ってないみたいなのをそれぞれ教えていただいていいですか。でもマイクロソフトカルチャーにもあるんですけど、グロースマインドセット持ってる人間は合ってますね。これ何を意味しているかというと、全て、学ぶものなんですよ。なので自分の考え方次第で、あ、こういうこともあったか、やってみようという、ポジティブな考え方ってすごく重要で、これが持ってない人、フィックスドマインドセットって言うんですけど、フィックスドマインドの人は化石になりますよね。これは何も変わらないので、そういう人は合ってないと思います。自分で主体性を持ってどう変えていくかっていうところがすごく重要だと思います。そのマインドセットを見極めるのをどうやってやるんですか。その人の好き嫌いとか、よくやる質問はですね、あなたが最近泣いた経験はいつですかとか、その感情の揺さぶりの時にその人のグロースマインドセットが即出るというのが、人生において優先順位が出てくるんですよね。そこから何をこう変えるようなアクションを取りましたかとか、そういうところは質問するようにしてますね。ありがとうございます。御社と併願されやすい企業と、その上で御社が選ばれる理由というのを教えていただきたいです。ありがとうございます。日本マイクロソフトさんの質問が欲しかったですね。じゃあ、ですね。合ってる人と合ってない人の特徴。諦めない気持ちをやっぱ持つ人材ですよね。と、あともう一つは、しっかりやっぱ目的と目標を持つ人材っていうのをこう大事にしてまして、どんなことでもいいので、一個一個目標をやっぱクリアしていく、それに対して諦めない気持ちを持っていくっていうのがすごい大事なのかなと思います。ありがとうございます。はい。御社のなんかコンサルティングファームとしての独自性をなんか3つの要素で掛け算するとしたら何がありますか。リグリットってまだまだ生まれて6年目なんですけど、結構コンサルのファームの中ではビジョナリーな気がしてます。この能力を徹底的に磨けっていう大きな思いのもと、6年前にですね、創業者たちが作ってますと。で、コンサル業界ってさっき深谷が申し上げましたけど、こうシステム導入屋さんみたいな感じになってますから、頭悪くなってる気がしてます。やること決まってるから課題解決って難しいんですよ、構造的に。だからそういったものを変えようとして生まれた会社っていうのはまず一個独自性ですかね。で、まだまだ6年目の若い会社って直接お客様とお取引をすること自体が実は結構難しいんですよ。でも我々そこ 100% っていうのは多分10年目未満の会社だったらリグリットぐらいなんじゃないですかね。で、なので若いメンバーでも大きな会社さんとお仕事ができるっていうのは結構チャレンジです。で、3つ目はキャリアの作り方ですかね。中のキャリアと外のキャリアっていうのがあって、リグリットで偉くなっていくのももちろんですし、もう皆さんコンサル受けに来る方々なんてポストをその先見てるじゃないですか。だからもうガンガンその先に行ってくださいねっていう会社のメッセージもありますから、ぜひその3つはリグリットといえばと思っていただけると嬉しいですかね。ありがとうございます。御社と併願されやすい企業と、その上で御社が選ばれる理由っていうのを教えていただきたいです。はい、なるほど。エンジニアでいくともう完全に同業界なんですよ、はい、要は入社するときに同じ、SES の会社を選ぶのか、大手のいわゆる受託系の開発をしっかりやっているような SIR を選ぶのか、で個人でフリーランスになるのか、そんなレベルかなとは思ってるんですけれども、そことの一番大きな違いっていうと、自分の裁量をどこまで持てるかっていうのはすごく大きいと思うんですね。会社が大きければ大きいほどこの仕事してこいになるんですよ、基本は。なので要は自分の思うキャリアを積むという意味ではかなり選択肢が狭まっていくというふうに思ってます、で僕らの場合はこれをやりたいって思うところから、じゃあお客さん探そうかなんですよね。ここは圧倒的に他社にはない弊社の強みなのかなというふうに思ってます。あとは営業とか総合職の部分でいくと、バカで素直なやつ多いかなっていう。バカなんですね。みんなでバカやりながらすごく楽しく和気あいあいできるような組織感って、なんかあんまないんかなって思ったりはしますし、あとはその実力伸ばすとかそういう意味でいくと、今から一緒に作っていこうよとやっぱ会社なんです。さっき言った10名前後の営業組織なんで、自分がもっと裁量を持ってガンガン暴れ回りたいっていうタイプなんだであれば、やっぱりそういう場所に自分の身を置くっていうのは非常に重要なことなんじゃないかなと思いますし、僕もすぐ裁量を渡しちゃうんで、ミスりましたって言ったらそっかしか言わないしね、じゃあ次どうすんのみたいな話だと思うんで、そういうところかなと思います。はい、就職先として見た時のアンダスさんの一番の強みは平岡さん的にどういうところだと思ってますか。正直うちを選んでくる子たちっていうのはプレッシャーがかかるところで成果を出せる子というよりも、どちらかというとプレッシャーではなくて心理的安全性があるとめちゃめ
ちゃパフォーマンスが出せるという子たちが伸び伸びしている、うん、でそんな会社になるんですね。なので正直都心の満員電車の部屋だとか何やるにしてもお金が高くてかかっちゃうというそういうのがいろんなストレスにあまり強くない子たちがですね心理的安全性の中ですごくパフォーマンスを伸び伸びと出している。あとは移動時間もそんなないし勉強したりとかインプットの時間もたっぷり取れると。なのでですねやっぱ地方で都会のキャリアを積めるっていうのがアンダスの一番の強みなのかなというふうに思いますね。続いての質問なんですがアンダスさんと併願されやすい企業がどういう企業かっていうところとその上でアンダスさんが選ばれる理由はどういうところかっていうのをお聞きしてきたらなと思います。はい、やっぱりですね中堅どころのコンサルティング会社さんとメガベンチャーと人材系が多いですね。コンサル系とかですね行かれる方に関しては経営の中身を全部見たいとかですねビジネスの全体像を把握したいっていう方を多いんですよ。って言った時にコンサルティングをやっていく中でも細分化してですねなんかこうこの領域のコンサルとかあるじゃないですか。そういったことよりもスモールビジネスでもいいので全体を見たい全体を把握したいしかも社長直下でみたいな子たちが選んできますね。ということで今日のお話を聞いてどの企業がお二人にとってなんか合いそうというか自分でいいと思ったかっていうところを挙げていただけたらなと思ってます。ではお願いします。せーの、おおありがとうございます。マイクロソフトさんなんですけどルートゼロさんも柴田さんの元で働いたのではないかと話聞いてて思って今日この時間で一番人として控えたのは柴田さんだったので書きました。ありがとうございます。コンサル志望ということで、そうですね、はい、まあ、コンサル志望だからっていうのもあるんですけど、はい、そもそもベンチャー系のコンサルを見ていて、うん、創業6年目でしっかり評価制度もあるみたいなので、うん、カオスとちゃんとしてるのが両立してるなと思って、いいなと思いました。ありがとうございます。今日の感想をお聞きしてもいいですか。こういうふうに就活生側が着地する側に立ってお話しするの初めてだったのですごく楽しかったですっていうところと、あとなんかもうちょっともっと深掘り質問したいなって思ったのでまた別の機会でお話聞けたら嬉しいです。ありがとうございました。本日来ていただいた企業さんの情報は下の概要欄に貼ってあるので気になった企業さんはぜひエントリーしていただけたらなと思ってます。ということで本日は皆さん貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って知ってる、うん、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。